<music> こんにちは新しい友達タレントの誰のがれあけみが自身の公式ツイッターを更新片目が塞がってしまっている子猫を保護したことを報告して優しいと反響を呼んでいる片目の猫に頑張って治そう急遽保護病院行きましょうね多分片目は諦めた方がいいかな頑張って治そうね 片目がない猫ちゃんの里親屋さん探しは難しいので、母に相談するため、連絡したら、家に連れてきな、と、優しい。病院である程度、体力つけたら、実家に連れて行きます。私の家は、ペットの人数決まっていて、でした。ピック、トイッター、コム 6JWQVG1KX7。誰のがれあけみアットザデレノガーノベンバー9 2 0 2 0誰のがれが話題の投稿をしたのは、9日。 片方の目が塞がった状態の白い子猫が、段ボールの中からカメラを見つめている画像を、ツイッターにアップし、急遽保護。病院行きましょうね、と発言、と発言。子猫の目を心配して、多分片目は諦めた方がいいかな。頑張ってなおそうね、とも綴っており、病院である程度、体力をつけたら、実家に連れて行くことを明かしている。関連記事誰逃れ明けみ、何もしてないのに、悪者に、ファンからは励ましの声。 母親から家に連れてきなと。現在、誰のガレが暮らしている家は、ペットの人数決まっているとのことだが、実家の母親に相談したところ、家に連れてきなと、快諾されたとのこと。誰の、ガレ自身はもちろん、彼女の母親の優しさに対して、ネット上では称賛の声が上がっており、治ることを祈ります。泣けてきた。ありがとうというコメントも寄せられている。動物愛護活動にも携わる。芸能界屈指の猫好きとしても知られ。 かねてより動物愛護活動に携わっていることを公言している誰逃れ。過去に調べる編集部が全国10から60代の男女1653名を対象に動物に出したところ、全体の84.9%が動物が可愛いと思うと回答。圧倒的多数が動物好きであることが判明している。猫ちゃん頑張れと応援も、痛々しい状態の子猫を心配する誰逃れに対し、ファンからは励ましの言葉が殺到。 中には、同じような状態から治療し、両目が見えるようになったという愛病の写真を添えた、猫ちゃん頑張れ。陰ながら応援していますという言葉も寄せられている。誰のがれ明美片目不詳の猫保護実家が受け入れ、頑張って直します。モデルでタレントの誰のがれ明美さんが、片目を負傷した子猫を保護したことを明かした。愛病家として知られている誰の、がれさん。 これまでも保護猫の里親探しを支援するためのインスタグラムアカウントを開設したりなどしていた。名も新しいファミリーになります。誰のガレさんは2020年11月9日にツイッターを更新し、急遽保護。病院行きましょうね。と、何でか、と段ボールに入った白い子猫の写真を披露。子猫は片目が目ヤにで固まり、もう片目は負傷したのか開いていない状態で、誰のガレさんは、 多分、片目は諦めた方がいいかな。頑張って直そうね。と状況を冷静に見極めつつ、片目がない猫ちゃんの里親さん探しは難しいので、母に相談するため、連絡したら家に連れてきな、と。私の家はペットの人数決まっていて NG でした。と、実家で受け入れてもらえることになったと明かした。その夜、誰の誰さんはピンセット片手に、子猫のケアをしている自身の動画をアップし、 3時間おきにご飯と目薬してます。2件病院行きましたが、やっぱり片目は難しいかもしれないと、でも頑張ってみます。と、今後もケアを続けていくことを報告。また、その後も子猫の写真を披露し、はじめましてめいです。今日、保護されました。片目は痛々しいけど、頑張って直します。ちゃんで他保護に育っていきますので、皆さんよろしくお願いします。と、めいちゃんと名付けられた子猫目線で、自己紹介する場面も。 現在、実家には、車に引かれて、下半身が麻痺になった子や、里親になった子などが、四匹、ワンチャンで保健所に連れて行かれそうになって保護した子が、二匹、飼えなくなって、保健所に連れて行かれそうになって、フェレットが一匹います。と、たくさんの保護動物が暮らしていると言いい、母親がマリア様みたいに優しい、目も新しいファミリーになります。と綴っていた。この投稿に、誰のガレさんのもとには、 ファミリーに入れためいちゃんは幸せですね。マリア様のように優しいお母様の子だから誰ちゃんも優しいんだね。お二人とも尊敬するという声があった。次のオーディオビデオでお会いしましょう。